沢議員より国民健康保険料についての発言がございます。議長2番。2番福沢良二さん。テレビ改革の福沢良二です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。さて、昨年の決算特別委員会でのご答弁で、国民健康保険料の外国人の滞納は日本人に比べ多いとお聞きいたしました。そこで次の4点を質問させていただきます。1、日本人の保険料滞納率と外国人の滞納率をそれぞれお示しください。2、外国人の保険料滞納について区として何らかの対策を取られていますでしょうか。3、外国人住民には永住者と留学や仕事などの滞在者がおられますが、滞在者の方がおそらく滞納が多いのではと推測いたします。永住者と滞在者のそれぞれの滞納率をお示しください。保険料を滞納し時効が成立し、保険料と延滞金の支払いを免れた外国人の滞納分の累計をお示しください。以上よろしくお願いいたします。以上をもちまして、福沢良二議員のご質問に対する答